ここからはこの後の北日本のお天気をお伝えしていきます。予報センター山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間帯冬型の気圧配置に変わってきているようなんですが、はい、どうやら寒気も流れ込んできているようですね。そうなんですよ、はい、北日本はこの後気温が下がる一方ということになります、はい、で現在のアメダスの気温データを見ますと札幌が今氷点下 1.8 度なんですよ、はい、でこちらはですね最高気温が今日の未明に、まあ、大体6度ぐらいまで上がったんですけれども、はい、その後どん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 下がってきて今は氷点下でさらにこの後もまあ下がっていく予想なんですけれども、はい、その原因寒気の強さでご覧ください、上空1500メートル付近の温度の予想なんですけれども、まあ、注目はですねこのマイナス12度線ですね。これまさに真冬に入ってくるそういった強い寒気なんですけれども、はい、午後の動き見ていきましょう。マイナス12度線ここにあったものがですねどん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 南の方に降りていくんですね、はい、まあ、北海道はもちろんなんですけれども、まあ、東北についてもこういった強い寒気が降りてくるということになって気温はこの後下がる一方とこういう形になります、はい、で気温予想今日の夜9時の図をご覧ください、はい、これあの色がですね青の中でも濃い青色、うん、あるいは白、はい、出ていますけれども、うん、これね氷点下10度を下回るようなエリアになります、はい、札幌のあたりでもこれはね21時以降ですけれども、はい、氷点下10度ぐらいまで下がりそうでして、はい、本当に今夜はですね厳しい寒さということになります、はい、まあ、東北エリアも広く氷点下内陸部まで行きますと氷点下10度を下回ってくると、うん、ことになりそうですので、はい、まあ、今夜は十分な防寒必須ということになります、はい、1日の気温の変化も非常に大きくなります。そういうことになります。体調管理十分に気をつけてお過ごしください。